ということで、アニメ、歌われるもの、偽りの仮面について今改めてレビューしていきたいと思います。歌われるものは新たな世代へということで、2015年の秋から2016年までにかけて放映された、偽りの仮面について、今更ちょっとレビューしていきたいと思います。この歌われ偽りの仮面っていうのは、まあ、今のところ歌われるものは3部作になっていて、まあ、初代の散りゆく者の鎮魂歌っていうのと、が1作目で、で3作目として2人の白愚っていうやつがあって、この偽りの仮面はまあ2部作目になるんだけど、まあ、実質的に言えば白愚3世代と白世代で分かれてるといった感じですね。これもあって偽りの仮面自体は、まあ、当時結構賛否両論でしたと。まあ、そこら辺については後で話していきますが、ではあらすじですが、まあ、いつものようには記憶喪失の青年ハクと謎の少女クオンが出会って、まあ、そこからいろいろとやっていくって話。ちなみにこのクオン、まあ、ぶっちゃけもう当時としてはネタバレ封印されてたけど、ぶっちゃけ前作に出てきたトゥスクルっていう国の王女様で、ハクオロさんとユズハの娘さんですと。とクオンが仲間たちと出会って、で、女性陣とか、まあ、あとはまあ、ヤマトって国でちょっと、お入れさんやってるオシュトルってやつと友達になったり、ヤマトのなんか偉いミカドの、じいさんが、ちょっとまあ、ハクといろいろと関係があったり、そのミカドの娘であるアンジュとも、まだ、まあ、まあ、クソガキやってましたと。で、ハクが仲間たちと、まあ、それなりに楽しくやって、まあ、平和な中、モンスター退治とか、野党退治とか、ドブさらいとかしながら、クオンは、彼女をずらしたりとか、まあ、実家からちょっと、まあ、過保護な、家族が迎えに来てくるけど、ちょっと断ったりとか、まあ、あと、まあ、不女子の子とか、まあ、結構、妹っぽくしてる子とか、まあ、いろいろと言われながらも、それなりに楽しくやってましたと。まあ、ワンクール目は、アニオリが多いんですけど、まあ、こう、副世代のキャラのキャラ紹介を兼ねてるって感じがしますね。こう、モノクロームメビウスっていう秋に出るゲームがあるんですけど、まあ、そっちで主人公やってるオシュトルっていうのが、まあ、かなり重要なキャラで、まあ、オシュトルとハクの友情もあると。で、ハクを慕ってるなんかお姫様のルルティエって子は、まあ、普通に可愛くていい子なんだけど、まあ、ちょっと腐ってて、まあ、ハク様とオシュタル様のなんかちょっと友情に対してもちょっと言うと目を輝せるっていうシーン。このハクとオシュタルの友情とか、まあいろいろその辺については結構かなりいい感じに書かれてたんじゃないかなと思ってます。うん、まあルルティエの、まあ、駆除しネタも結構もうそこら辺の補強になってると思うし、まあちゃん、まあ、ルルティエちゃんと空気読める子ですからね。うん、だからいい子なんですけど、結構アンジュがバカ茶番劇をして、ちょっとまあハクやオシュトルたちを振り回すって話があるんだけど、まあこの時にまあアンジュの気まぐれとか、まあ情報次第で一族ロートが反逆者扱いにされるっていうのが、それがまあ癖になってるっていうの感じもありますしね。何よりまあクオンもアンジュもハクもまあそれなりにみんな楽しくやってましたと。まあまだまだ子供でしたと。まあ猫ネモとかもまあみんなね、うん、アトイとかもね、ここら辺子供日常系っぽい感じで、まあ、そこら辺がなんかまあすごくまあ後々になってきて意味があるかなっていう感じの話。まあ今見ても結構楽しいしね。うん、でもまあその辺も含めて結構まあ新しい新シリーズとしてのキャラ紹介ってのが結構兼ねてたと思うんですよ。これはどういうことかっていうと、もともと歌われの初代って結構まあだいぶ間が空いてんですよね。これ初代と2作目3作目で。初代のパソコンゲームが2002年に出てきて、で、アニメも2006年ですと。ここからだいぶ、まあ、13年ぐらい間が空いた形になって、で、2011年になって歌われるもの2っていうのが発表されて、さらにそこから4年で、初代出てから10年以上経っての、まあ、新作ってことで、まあ、そこら辺でだいぶ賛否あったんじゃないかなと思います。キャラとしても、まあ、初代からちょっとなんかちょっとそれっぽい感じ、なんか、まだちょっと微妙になんか引き継いでる感じっていうのもあってって感じますし、ただまあ偽りの仮面こうもう一つあって、この作品ゲームが出たのとアニメ放映した時期ってほぼ同時なんですよ。だからまあ白世代のキャラたちの紹介を兼ねて、そこら辺のメディアミックスの一つになってるんじゃないかなと、まあ今ではちょっと思いますね。まあ問題となるのは、まあ監督の人が鷲川でやらかした元永啓太郎さんなんですけど、まあデジモンはトライアとかでもね、うん、
ただこの人の元永さんの影響っていうのは正直あんまりないと思ってて、まあ、あえて言うならメディアミックス同時企画っていうそういう90年代にあったやり方っていうのがすごく古いやり方で、まあ、そこそこなんとか回してたんじゃないかなっていうそういう感じですかね。まあ、刀語りとかも良かったですし、逆に言うと監督は誰でも良かったっていう感じはまあ一つします。まあ、2人の白黒で下ろされてますしね。むしろ重要になるのはホワイトフォックスがこれやってるってことなんですけど、このホワイトフォックスっていうのがかなり重要なところで、もともと OLM の岩佐岳さんチームが独立してできたんですけど、この岩佐さんの独立するきっかけになったのが歌われるものなんですよね。まあ、初代のね、この岩佐 P は偽りと今やってる2人の白黒のP としては関わってますと。だからこう逆にプロデューサーがなんとか作品を引っ張ってるって感じはしますね。うん、歌われシリーズにもいろいろ携わってきてて、まあ、そこら辺感覚としては分かってるって感じですし、まあ、特に前作キャラのカミュとアルルってや子がクオンをすごい可愛がる話ってあるんだけど、まあ、辺とか、まあ、クオンがどういう設定なのか分かってると、まあ、すごくいいなって思える感じなんですよね。まあ、カットもないし、まあ、そこは重要だよねっていう感じの、まあ、これクオンに関しては実はね あいつね偽りの仮面の時では、まあ、大体察することはできたけど、まあ、あんまり設定としては明確にしてなかったんだよね。うん、まあ、ツツクルの王女様だっていうのは、まあ、もう、まあ、白はまあ知らなかったし、まだね、お嬢様だってのはまあうつうつ気づいてたけど、なんていうか、まあエルルさんの影響を受けてるってそういうポジションだったんだけど、でもクオン自体は実際あいつ、まあやっぱまあユズ派の生きた証でもあるし、まあむしろ能力的には白黒さんの娘っていうところがあるから、白黒さんをまあ面倒くさくしたような女がまあクオンですからね。そのクオンがまあ白黒さんが封印されてから、まあユズ派が頑張って産んでっていう、クオンがなんだかんだお姉さんキャラでしてるっていう、まあ、そういうのがまあ面白いところなんじゃないかなっていうのはまああると思う。猫根からはまあお姉様って慕われてたし、まあ白に関してもまあ当初はまだなんか復活したばっかりのダメ男っぽい感じで、まあそこら辺でなんかうまく世話してたらいつの間にかって感じですね。そこら辺もあって偽りの仮面から見るっていうのは正直あんまおすすめできないっていうか、やっぱ初代から見てて白黒さんとユズハの娘だってエルル要素も強いけどっていうことを前提で見ていく方がまあいいと思う。まあトゥスクルメンバー足すクオンって感じですし、今のトゥスクルね、そこら辺の割り切り方っていうか、まあ新しい歌われるものを始めるよっていうそういう気合いみたいなのもあるし、まあその中で結構残念なところも確かにいっぱいあるんだけど、まあそこら辺も含めた上で2クールでは頑張ってたんじゃないかなと思ってます。まあお話の流れとしてはほぼゲームとあまり変わらないですしね。まあキャラ紹介っていう意味では、まあ、何やっても重要だってもありますし、まあ、ルルティはちょっと腐りすぎだって感じはしますけど、ただ子は腐ってないとちょっとヒロイン度が高すぎるから、うん。さっきも言ってるけど、まあ、やっぱこう、二人の白黒って結構戦争が始まって耐えながら、まあ、今クオンとか、白とか、アンジェとか、まあ、ネコネとか、まあ、みんな、まあ、それなりに平和に楽しくやってるっていう、そういう時代っていうのは、まあ、含めて、なんか、まあ、この辺で紡いだ絆っていうのは結構大事だよってことだよね。まあ、クオンがトゥスクルの王女じゃなくて、まあ、ただのクオンとして、まあ、白にひっついていくっていう、そういう覚悟も、まあ、この辺があってことだし。まあ、そうですね。で、ここまでワンクールまで走るんですけど、まあ、ツークールになってからは、まあ、戦争が始まりますと、うん。白が身を寄せていたヤマトって国が、なんかいきなり戦争を始めましたと。まあ、これはまあ、原作の状況でもあるんだけど、まあ、今の時点で、前作の白黒さんは結構早い段階で、おばあちゃんから、ちょっと全権とかちょっと譲ってもらって、まあ、その分、村から、国を作って頑張っていくよっていう、そういう感じの、総司令官っていう感じはあったけど、まあ、白の場合は、まあ、偽りの仮面の時は、まだ義勇軍っていうか、まあ、あくまで、帝から、まあ、個人的な関係で、諜報用されて、まあ、トシトルとも仲良い、まあ、一般的な、ちょっと傭兵集団みたいな感じで、そこまで大軍を率いてどうこうするっていう話ではないんですよね。まあ、むしろその、白トルにとっておばあちゃんから、ちょっと意志とか継ぐような話が、偽りの仮面の最終話で、オシュトルが、まあ、ちょっと、まあ、ぶっちゃけ死んで、それで白が、オシュトルの意志を継いで、名前を捨てて、オシュトル分場で、民や、王女の、アンジェを助けて頑張るよっていうそういう話が出てくるんですけど、やっぱ話の概要としてはそんなに大きくずれてはいないって感じはすごくするんですよね。
クオンがなんかすごい力を持ってるってことも、まあ順序は違うけどちゃんと見せてはいるし、帝と白の関係とか、あとまあ帝の本来の娘があのアンジェに転生してるとか、そういったこととかもちゃんと書かれてて、まあ概要としてはちゃんとそんなに問題はないなっていう、そういう感じはするんですよね。ちょっとアホみたいな感じっていうのは結構あるけど、まあその代わりあのなんか まだこの時点での白っていうのは、まああくまでリーダー感覚であの軍を率いてるって感じではなかったから、まあそこら辺も出てると思うし、うん、あんまり違和感はないっすね。まあなんならあの最後のあのそのオシュトルが死ぬ原因で、あの猫ね、あの妹の猫ねがちょっとあの原作だとちょっとまあ猫ねの失態がちょっと大きすぎたんだけど、アニメではその辺ちょっと猫ねの責任っていうのはちょっと軽減されてるかなっていう、そういうとこもあるし、あ結構二人の白ごろでリカバリできるとこってあるんですよね。うん。まあ、クオンとあの、おじいさんの、父親代わりのおぼろが、あの、の絡みっていうのもちょっと、あの、偽りの仮面アニメでは少なかったけど、二人の白ごろでは、まあ、ちゃんと、おぼろはおぼろで、あの、妹の、と、あの、クオロの、あの、残した、あの、クオンのことをめちゃくちゃ大事にしてるけど、あの、ちゃんと、後継者としても、やることやる、やれよっていう、そういう感じの、あの、いい感じっていうのはできてたし、まあ、家族だからね。うん。ただまあちゃんと SF 要素に関してもちゃんと伏せてはいるからね。まあちゃんと察することはできるって感じかな。まああえて言うなら、あの、帝がなんであの旧作のあの、プスクルに戦争を仕掛けたのかっていう理由を問い詰められるところはなかったけど、まあそこもあの、二人の白頃で、まあ、リカバリできるんですよね。うん。ヤマトという国があの、まあ、トゥスクルに戦争を仕掛けたけど、その途中で帝がなんか死にましたと。で、それであの、オシュトルがあの、姫殿下のアンジュを毒殺未遂をしたということをはめられて、ちょっと冤罪をかけられたと。オシュトルは死んでしまって、で、ハクはオシュトルの意志を継いで、あの、仮面を、偽りの仮面をかぶって、あの、猫ネや、なんかひっついてくれるウルウルサラーラの、と一緒にあの、とりあえず新しく、あの、軍を率いて、もう、反撃していくよっていうのが、まあ、二人の白鸚に続いていくっていう感じですね。ぶっちゃけ前後編の前編ですからね。まあ、ペルソナ2の罪に相応する話っていうか、あくまで新規世代のキャラクターたちの紹介にとどまっていて、後編は、あの、1年後ですよっていう。まあ、アニメは7年かかりましたけどね。その間いろいろありましたからね。あの特に、まあ、藤原さんの、あの、ちょっとね、うん、ご冥福をお祈りします。ただね、総合的に見るとね、今、そんなに悪いアニメではなかったなってのはすごく思う。うん。だって同時展開だったし、ちゃんとその、プロット的な部分ではそんなに変わってないんですよね。トゥスクルの遺跡を、あの、帝が狙ってたっていうのも、にしても、やっぱりこう、トゥスクルの、あの、ウルトたちにとってはもう、避けられない、もうちょっとそこに譲歩できないところがあったっていう、そういうところもちゃんと伏せて書かれてはいましたし。ただ、こう、初代をやってからとのつながりみたいな部分っていうのは結構、あそこら辺で結構迷いがあったんじゃないかなって、そういう感じがするんですよね。これは偽りの仮面全体に言えることですけど。ぶっちゃけクオンも、あの、エルル絡みの、あの、ミスリズが結構多かったです。まあ、エルルに相当育てられてて、まあ、特に母親、お母様としてすごく、あの、愛してたっていうのはすごくあるんだけど、まあ、実際クス氏としての能力としては、エルルから受け継がれてますし。ただまあ、こう、まあ、アニメだけ見ててもそこそこ理解はできるし、まあちゃんとこう歌われの中継ぎはやってんじゃないかなって思いますね。うん。ただまあ初代とのつながりっていうのは結構、まあ結構微妙にな感じって言いますか、踏ん切りがつかなかったんだろうなっていう感じはすごくするんですが、まあそこも含めての偽りの仮面かなって思う。うん。二人の白黒合ってることの完結作ってところですしね。ただまあ、序盤に日常パートを入れたり、あの、偽りの仮面だけだと、やっぱりこう、全然話が始まって、うん、これから戦いが始まるっていう、そういう感じの話だから、やっぱこう、散りゆくと比較した場合、あの、偽りの仮面だけでは、やっぱちょっと微妙な感じってのもあるし、まあ、二人の白黒と前提で見ていくかって感じかな。うん。でも、つなぎとしてはやっぱりいい話だと思うし、まあ、ちゃんとキャラの魅力ってのは出てるしね。まあ、それこそ、あの、ルルティエム、不助詞ネタも含めて。あと、これを言っておきたいけど、あの、デコイアジン州の、あの、まあ、とにかく獣人が大半だっていう、そういう世界観なんだけど、クオンとかルルティエとか、あの、ネコネとかの、あの、尻尾や毛も耳の動き方っていうのは、かなり気合入ってると思います。ここは、まあ、特に初代と比べても、だいぶ、あの、この毛も耳感っていうのはすごくあると思う。まだ戦争が始まる前のワンクールっていうのもあるけど、ただ、この辺の気合の入れ方っていうのは、かなり、もう、今だからこそできるものも、表現とかもあるだろうし、あ、BGM としてもかなりいいと思う。オープニングは、あの、初代のアニメの無双歌を歌ってた、あの、スワラさんを、ま、ずっと使ってるって感じですし、まあ、不安定な神様はめちゃくちゃいいよね。まあ、
実はクオンのあの不安定っぽさもあるけど、まあ実は白でもあるし白オロでもあると。総評としてはやっぱりこう偽りの仮面だけだと全然話としては終わってないし、まあ、むしろあの前作で言うとおばあちゃんがの意思を継いで白黒さんがあの戦を始めるみたいな、そういう感じのところで終わってる感じなんだけど、ただまあアクアプラスさんがあの2015年以降からあの歌われ2組としてあのキャラ商売をあの引き伸ばすだけのあの根幹みたいなものは結構これでできてると思う。なんだかんだでやっぱみんなあのちゃんと可愛いからあのちゃんと人気が出たっていうのもあるしね、ちゃんと男キャラもすごい魅力的ですし、アニオリが多いからとかそういう評判とかはあるけど、まあそこら辺はやっぱりこうキャラ掘り下げの部分であのファンディスク的な話になってるってもあるし、まあそれなりにキャラとしては立ってると思う。まあそれこそルルティはどうなのかっていうけど、まあかのあの子はあのその不女子ネタがないとヒロインとか高すぎるからっていうのもあるからね、うん。ただまあクオリティとしては本当にあの良し悪しってところもあって、やっぱこう前作に比べてまあホワイトホックスさんもかなり気合い入れてあの継承してる部分もあるし、まあ時代の変化の中でまあ気合い入れてる部分もかなりあるから、必ずしもあの歌われとしてはダメなアニメではないとは思います。ちゃんとあの概要としてはちゃんと伝わるようなことはしてますし、まあやっぱこの辺に関してはあの長いゲームをニクルに落とし込むっていうそういう難しさもあるわけだから、ただまあ偽りの仮面自体がまあ原作からもそうなんだけど、まあ、あの2人の白ごろで完結すること前提だから、まあ、そこら辺もあるかなと思う。あとまあクオンについては白ごろさんとユズハの娘だってことも前提で叩き込んでた方がいいと思う。なんかまあやっぱこう歌われ自体がやっぱりこう初代から見ていくこと前提っていうのもあるから、まあ、そこら辺の継承策っていうのはまあ大事だと思っていくんだよね、うん。クオンがまあ、あの白ごろさんが守ったあのトゥスクルの子供であることとも、もう本当に見ていけば分かる話だし。そんなとこですかね。あとまあ、歌われについて関して、まあ、これは、あの、人を選ぶところはあるんですけど、異世界転移かどうかっていう話について、ぶっちゃけオチから言うと、白五郎さんも、白も、あの、過去の世界から、あの、人類絶滅して、新しい人類の中で、あの、起きてきて、軍を率いることになってくみたいな話ではあるんだけど、これは新人類と旧人類絡みのよくあるネタをあの否定しちゃうと、あの乙女ゲー世界はモブに厳しい世界ですとか、あのお前ごときは孫に勝てるんだ思うなの追放のやつとか、そこら辺のネタも含めてどうなのかって話もあるから、まあやっぱ普通に異世界転移でいいんじゃないですかね。まあアンジュはまあ異世界転生者ですかね。あの子、アンジュはまあ転生者だからね。うん。これはまあ何度も言うけど。そういうわけで、まあ、やっぱこうホワイトフォックスっていうのもあって、まあ、やっぱこうリゼルとか新潮勇者とかやっていくっていうところの、あの、まあ、土台になってるんじゃないかなと思います。なんだかんだホワイトフォックスのナローアニメっていうのはかなり品質いいですかね。まあ、そういうことリゼルとかめちゃくちゃ良かったですし。チノちゃん、猫ね、レムで、まあ、水瀬祈り作も多かったですしね。うるさいですね。クオンや猫ねの、あの、普段の、あの、白に対する当たりって結構きつかったけど、まあ、本当にあの、最後の、あの、まあ、オシュトルと白の、偽りの仮面のラスト絡みでもダメージ受けまくってるから、まあ、そこら辺でキャラとして完成してるなってのは結構ありますしね。偽りの仮面アニメね、悪くないですよ。うん。ただまあ、初代から見ていくことっていうのは大前提ではあるけど、まあ、歌われシリーズを抑えるための一つ作品としてはま、いいのかなって思います。まあ、ただま、アンドロイド版のスマホで読む歌われシリーズでもいいかなっていうのもありますけどね。投票としては、プロデューサーが大事だよねっていうことの持論に対しての、ま、裏付けがありましたね。まあ、岩沢 P は、歌われ新シリーズやるための、あの、とりあえずキャラ紹介として、もうかなり頑張ったんじゃないかなと思います。まあ、こう、先物としては、じゃないですからね、偽りの神はまだまだ。さて、まあ、次は二人の白五郎ですが、まあ、これは、ま、別の機会でやりますね。ただま、めちゃくちゃいいですね、二人の白五郎。初代チリ行くと偽りを履修していくこと大前提ですけど、まあ、そこら辺総決算みたいなものもあるし、まあ、そこら辺、楽しんでます。以上です。